アリンです。今日は勇者の剣カイを作っていくよ。ネルセンからね、エッチな方を手に入れた時点で最強のスケベ勇者なんだけども、やっぱり最強の武器も身につけてないと最強スケベ勇者ことアリンの格好がつかないからね。で、勇者の剣を作るにはいろいろな素材が必要らしくて、これらのね、素材を集めに行きたいと思います。それじゃあね、蒸し風呂で整ったところだし、早速素材集めやっていくぞ、いくぞ。で、最初は勇者の剣の素材に必要な王者のね、剣を手に入れたいと置いて、こっちに向かってこのよろず屋に寄って、このね、おじさんにオリハルコンの素材を渡したら、まあ、強い武器が作れるということで渡したんだけど、できたのかな。お兄さん、その説ありがとうな。あんたとオリハルコンのおかげで素晴らしい仕事ができたよ。これできたみたいだね。俺の最高傑作はもう店に並んでるはずだ。そこそこに値はあると思うが、きっとあんたの役に立つはずだぜ。どこだ？あ、ここか。どうだ、できてるか？買いに来た。お、王者の剣。で、これがね、勇者の剣、カイに必要な素材だから、まずこれを買って。はい。で、これを装備袋に入れとくと。よし、これでまずは、一つ目の素材ゲット。次に行くぞ。おぉ、近づいてきたぞ。最深部まで。お、これか、なんか誰かいる、いないか、なんか誰かいそうなんだけど。とりあえず開けて、最後の鍵を使って扉を開けた。お、あ、なんか誰かいなくなったよ。あー、びっくりした。お、ジャコラ、まあ、とりあえず倒すか。ほい、おぉ、アメジストワーム。とりあえずサクッと戦っていきますか。妖魔の力よ。ああ、エチエチモードからのキラキラポーアーリーにやっていく。で、どこ来て剣の舞。うわなかなか強いな。で、カラーの特技ね、これは庭の地で防御してもらって、カラーの特技でデビルモードやっていく。カラーの特技でゾーン必中。カラーの特技でキラキラポーンを聖女自身にかけていく。キラキラポン、おいし。カラーの特技で、また仁王立ちでやっていく。いいぞ、グレイグ。よいしょ。で、カラーの特技で爆裂脚をやっていく。よいしょ。カラーの特技で剣の舞をやっていく。よいしょ。ベホマズをやっていく。グレイグ様、片付けない。よいしょ。カブトをやっていく。キラリーナカラーの特技で爆裂脚やっていく。よいしょ。カラーの特技でアルテマソードやっていく。おいしょ、おいしょ、なかなか効いてるぞ。ベホマラーをかけていく。命中。おいしょ、おいしょ。からのグレイグの装填マザーをやっていく。装填マザン。よいしょ。一安心ですね。なかなか硬かったな。そんな強くはなかったけど。うい、うまうま、ポイント。おお、これか、伝説のオリハルコ。光輝いてるぜ、みんな。おお、めちゃくちゃキラキラ輝いてるよ。よし、それじゃあ取っていくか。おい、龍の石、オリハルコン、ヘビーメタル。おーし、したら宝、お、宝箱もあるよ。なんだ、チメカ。あれあれ、スピブック、金星子の元号6個手に見つけた。あれは金星子の元号6個読んだ。ふむふむ、宝箱ないね。ないみたいだから、次のところに行
ますか。行くぞ。おう、デスガイザーいたぞ。おら、戦え。おら、勝利を我らに。メタゲーム出てきたぞ、レイ君。運がいいな、今日は。あー、なんでだよ、おい。くっそー、この野郎。どんだけだよ。仕方ない、デスガイザーから進化の秘跡盗むか。くっそが。いただき。さあ、進化の秘跡盗み取ったぜ。結構早く盗めたな。まずあのメタキンさ、すぐ逃げやがったあいつ。からの呪文でマギムチョ。よいしょ。それじゃ進化の秘跡も一応ね2個集まったから、次探しに行きますか。行くぞ。よし、とりあえずネルセのところに着いて、でこれからねダイヤの試練に挑みたいんだけど、これは試練に挑戦するか。よし、したらダイヤの試練やってくぞ。よし、やってくぞ。50点以内か。まあ、今までとはまた違った敵が出てきそうだし強そうだけど、50点以内にやっていきますか。はい。てててててん、こいつらか。まあ、とりあえず戦うで、特技で、まあ、とりあえずギガブレイクやっていきますか。どれぐらいだもんな。なるほど、ゾーン状態を消されるということね。なるほど、まあ、とりあえず仁王立ちでクレイグに盾になってもらって、キラキラポーンをアンレにかけといて、よしよし。で、金の特技でじいちゃん呪文でマヒャドデスをやっといて、マヒャデドス、マヒャデドス、よしよし。こいつは効くと。なるほど、ダルマルドンね。オッケーオッケー。まずどっちかを削った方がいいね。そしたらマヒアデドスを連発で、ナイスナイスナイス。どれぐらい HP あるんだろうな、こいつら。おたけびを やられていく。ギガブレイクやっていく。おいしょおいしょ。からの、これは呪文で、ビフォーマーをクレイグにかけていく。ここからですわ。おいしょおいしょ。また仁王立ちで盾になってもらう。誰か一人をね盾になってもらって攻撃をしていくっていうスタイルでね。でからのこれゾーン1を入れてみるか。ゾーン入れると、わあ来た。からの来た、じいちゃんのスケベポン来た。からのもう一回入れとくか。マヒャデドス、おお結構効くな、マヒャデドス。とりあえずグレイグには盾になってもらわないといけないからね。スクルトで味方の防御を上げると、よいしょ。兜割りで絶望の巨人を追っていく。あんまり物理は効かないみたいだな。でゾーンが消されるけど、ここはギガブレイクでやっていく。おいしょおいしょ。マヒアデドスやっていく。耐えられるかよ。呪文の壁か。したら呪文でビフォーマーをじいちゃんにかけていく。すまんの、呪文を跳ね返されるのか。もういきなり強くなったな、こいつら。こいつらいきなり強くなりやがって。ここは天下無双を絶望の巨人にやっていく。まあまあだな。でここは呪文でとりあえずベフォーマーズを全員回復させ、全員にかけていく。もう正義が死んじゃうからね。からの、からのじいちゃんで、これさ、マヒャデドスをもう一回やっていく。多分、跳ね返ってこないと思うんだけどな。いけるか？マヒャデドス！おいしょおいしょおいしょ、絶望の巨人！ギキャ！おい、こいつさ、ザオレク使うか。お前、まあ、やめろよ、そういうことな、マジで。
で、ホーリーライトをやっていく。天使やてが俺らの天使セイニャママで、体の特を切って天下無双をやっていく。おいしょおいしょ、だで、体の特を切って、これは増必中で、おいしょおいしょ、神を出してバギムージョやっていく。バギはあんま効かないか、効かないみたいだから、これは特を切って天下無双やっていく。魔王は我により、あらおいしょ、からの特を切って、これ分身やってって、やってて、アンリーの特を切って、次の前やっていく。カブトワリをやっていく。グレーグであんま聞こえないから、防御の方がいいかもしれないな。刀が…わけわかんない。なるほどね、セイニャとグレーグはビリビリとか、みんなビリビリやんけ、みんなビリビリやんけ。おい、シルビーをグレーグと交換して、次の前をやっていく。まさあ、おい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 で、これはおナイスカミュー、ナイスナイスカミュー、くらいだ、超爆裂で、からの特技で、これはアンリーで呪文でまずみんなを回復しなきゃいけないから、ベオマズをやっていく。助かったぜ。おいおい、呪文でバイキルとアンリーにかけていく。攻撃第一、おいし、全然効かないぜ、全然効かないぜ。おい、これは変えた方が良さそうだな。カミュに入れ替えてマルティナを出していく。出番かしら。おいしおいし、マルティナを出して、攻撃与えといた方がいいから、モールショットをやっていく。みなぎるー、みなぎるー、おいし、みなぎるー、おーぎりぎり、せいや、いつまでビリビリ浴びてんだ、いい加減気持ちよくなるのやめろ。で、呪文でベホマーズでまた回復していく。危ない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 ぜ、せいや目が覚めたか。で、ほう…え、ぼりゃ出た、キラキラポーンでアンリーにかけていく。力を、おいしおいし、からの次の前をやっていく。はぁー、よっしゃー、誰一人死なせずに、じゃ、行きましょう、大勝利。おい、ポイントがまんまだぜ、いい感じ、ナイス、なかなかうまく戦えたんじゃない。アンリーは見事な戦いぶりだったぞ。これで50点以内に敵を倒していれば試練は突破となる。さあ、今回の結果は多分いけたはず。おい、40点、おしおいしおいしおいし、やったぜ。したら、これを2つのうちのアンリーが選ぶのは、このね、最上位のレースに挑みたい。ふむ、これまでの馬レースには来たらず、最上位のレースに挑むというのか。はい、世界で一番速い男になりたい。すべての少年たちが一度は見る夢に、お前も挑戦したいのだな。そら、やっぱりね、アンリーも、世界でスケベで、世界で最強、そして、世界で一番速い男になりてんだ。わかった。私はいくつになっても少年の心を失わない男が好きだ。その願い叶えよう。頼むぞ、ネルセン。ほい。よし、サマディ王にお告げを与えたぞ。サマディ王国へ向かってみるといい。最上位のレースが解放されているはずだ。おいし、馬レースやってくぞ。では、私からのご褒美としてこれをやろう。なんだろう。アーリーは命のきらみを手に入れた。おいしおいし。まだ試練が続くということか。したらまた時間の時にやっていくか。おい、おーし、馬レースが解放できたから、とりあえず次はサマディへ向かっていくぞ。おーし、それじゃネルセンのお願いによって馬レースのね、最上位を解放してもらったので、馬レースやっていくか、ブラックハイ。まだね、一回もやってないからね、早速やっていくぞ。どんなレースなんだ。5000ユーゴホールド、結構高いな、このレース。一回参加するのにこんな金なのか。まあ、とりあえず、やってきますか、ブラックハイ。優勝するぞ。え、これがブラックハイか、何も見えないんだけど。何も見えないんだが。暗闇の中走れってことか、ブラックハイっていう名前は。
うわ難しそう。これレースのさ道のりをさ理解してないとなかなか優勝する難しくない？まあ、とりあえずやってきますか。初見で1位ぐらい取れたら神かよ。ゴー、まあ、とりあえずこっちで。はいはいはい。おー、なかなかいいんじゃない？なかなかいいんじゃない？なかなか…あーやれやれやれ。まだ…あ、おや、おや…暗いから何も見えないんだが。なんも…おいで、乗ってく。あ、悪かった。乗ってく。おいでおいで、おいで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 、乗ってく。おい、ドリフトドリフト。あー、ちょっと、お前と…おい、ドリフトってく。おいし、ダメだ、どけ。おいおい、いいじゃない、アリパイさん、いいじゃない。で、はいはい、よい、おいしょおいしょ。なかなかのいい馬走りですね。馬の扱いですな。お、アリパイさん、これ生きるじゃん。おいしょおいしょ、いいぞいいぞいいぞ、いいじゃん。あ、くよ、ちょちょちょ、ドリフト、ドリフトかばしていく。じゃじゃじゃ、あ、くよ、おい、回復して、乗って乗って、おいおい、おいしょおいしょ。お、あ、いいじゃん、いいじゃん。で、回復して、おぉ、ぐぐ、後ろから来てる、後ろから来てるよ。あぁ、おい、追いつかれる、追いつかれる。あぁ、順調な発売だったのに。負けるか、負けるか、負けるか。あぁ、くぅ、あ、待って、シルビー、あれシルビー後ろにいた。ちょっと待って、あれ今さ一緒に走ったらシルビー全然気づかなかった、全然気づかなかったんだけど。でもまあまあいい走りだったんじゃない？お、え、しかもチームもらったんだけど、なかなかいい走りだったんじゃない、アニー。ちょっと待って、シルビーだ気がするんだけど、気のせいかな。もう一回やっていくか、とりあえず。まあスタミナ回復の場所を分かってたらきちんとね優勝へ導けるはずなんだけど、やっぱこれシルビーだね、隣にいたの全然気づかなかった。自分のレースでさ必死すぎて、そうシルビーがいたら全然気づかなかったんだけど。あー、ダメだった。クソ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 。まあまあ落ち着いてね、落ち着いて。しかもさ、この回復さ切るのやめろ、途中で消えるんだが。で、乗っていた、いた、いた。で、こっち回復して、ドリフトドリフトドリフト、馬ドリフト。あー、おい、やるな、シルビー。で、からのこっち。そうさせるか、おしおし、1に返り咲いた。からの、ラストスパート。はい。からの、なるべく壁に当たらないように乗っていく。くそ。くそくそ。負けるか、シルビー負けるか。からの、ドリフトで。くそ。負けるもんか。よいしょよいしょ、いる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 。あー、おい、クソが、わー、うざけんない、クソが、こっちこっち。あー、もう、うざ。まあ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 、こういうこともある。まあまあ優勝まではまだ遠いみたいだけど、まあまあもう一回挑戦するわ。まあほら、挑戦すればするほどチームも増えるし、ただそれと同時に金がなくなってくっていうね、それと同時に持ち金がなくなるっていうことがあるから、まあそうなったらそうなったね。まあまあまあ、まあそうなったらそうなったよ。やってやらー、シルビー。うい、いい走りじゃないですか、アリ選手。アリ選手、まずまずのいい走りでスタートダッシュを決めていく。体をしっかりと回復していく。そしてちゃんと回復もね、しっかりと取っていく。で、ここドリフトポイントをしっかりと回復をして、ああ、体力を回復して、おしおし回復していく。からのこの回復も取っていく。ドリフトグーで、からの回復して、体力をしっかり回復していく。おいおいおい、邪魔邪魔邪魔だ、シルビー。
くそ、帝国は回復ができなかったから、ああ回復が、くそくそ、体をしっかりドリフトをしていって、はい、あじゃ、うわあ、くそが、回復どうじゃねえ、スタートダッシュは良かったのに、まだ諦めない、まだ諦めないぞ、おめえ邪魔だ、おめえ邪魔だ、邪魔だ、くそ、行かなの乗って、くっ、邪魔だ、おめえや、おめえや邪魔だ、ああ、くっそー、てか1回の参加が5000ゴールドって高すぎな、やっていくか、おい、まあまあ出だしもね。でもこれ出だしがさ完全でいてもさ後々にさ巻き返させられることがあるから気をつけないとね。おこれ途中でしかも回復切れるから、途中で回復切れるからクーゾーリフト使いすぎだ。でここは回復してって回復しっかりしていく。おいおいおい、あーいつもここでぶつかるんだよな。おいでこっちでドリフトでクースタミナ回復して回復して、ここで回復取ってって、もう調子いいぞ、いざ、アンディ、いざ、で、あー、取れなかった。で、ジャンプで回復して、で、さらにジャンプで回復して、からの回復取っていく。からの回復ポイントをしっかり、押さえてく。で、からの回復取ってって、ジャンプ台乗ってく。ジャンプ乗ってく。ジャンプ台乗ってく。で、ぶつかるのを避けていく。で、からの回復していく。ああ回復が足りなかった、ああ足りなかった、ジャンプで乗っていけなかった。くぅ待て、おっしゃおっしゃ、シルビーを抜いてやったぜ。レシピブック、神話のブログのレシピ受け取った。おっしゃおっしゃ。で、さっきね、ブラックレースに優勝してレシピをもらったんだけど、2回目以降から、このね、ヒヒーロカネがね、手に入るので、この素材を手に入れるために、またね、ブラックハイに挑戦して、優勝していきたいと思います。グレイグもいるよ、みんないるんだけど、お前ら二人に負けてたまるもんか。おらお前らの中に負けねえの、スケベアサの力見せてやっから。おでありがとう、あっくくくくお前お前早い、待て早いやけど、今回レースなんて分が悪すぎるんだが、お前スケベアサダメだ、スケベアサダメだよ、おらスケベアサダメだよ、おらおらスケベ勇者の走るのダメだよ。スケベと奥間に負けるもんか、スケベと相手だ、スケベと奥間の中に負けるもんか。おらちくしょう、いいぞいいぞいいんじゃないんじゃない、スケベの力を見せてやるぜ。おらくそ、いいぞいいぞいいんじゃないんじゃない、いい走りなんじゃないこれ。おらいつも行くぞ、いけいけいけ、後ろから追いつかれる前に、追いつかれる前にちゃんと回復して、回復して飛んでいく、回復していく。おしおし、いざいざいざあり、もうちょっと頑張れ、後ろのオカマとスケベに抜かされるな。くぅ、おしょ回復して行くぞ行くぞ、突っ走れ、行くぞ、おらー、おーし、やったオカマとスケベに負けるか、アーニーが一番スケベってことを分からせてやったぜ。おしおしおし、いいじゃない、なかなかの走りだったでしょ、みんな。どう？なかなかいい馬走りじゃない？ほいー、おい、余裕じゃない？おいしょおいしょ、G 面も溜まって一石二鳥や。よし、そしてもう一個取っていく。はい、余裕じゃないですか。ほい、やっていきますか。てかこれ最初からグレイグだった、もしかして。さあ、今気づいたけどさ、これさ、最初から相手グレイグだったの。みんな、僕ね、アーリーを気づかないだけ、これ。アーリーを気づいてないだけ、こう。もしかして。
で、今さ、気づいたんだけど、もしや、ちょっと待って、ちょっと出遅れた、出遅れた、ちょっと、なんかさ、このアーリーのさ、馬たけがすっごいしょぼいよね。あーリー、体力が、体力が、あーリー、操作するか、操作するか、操作するか、オラオラだ、アーリーの、馬の乗りこなしちゃダメだね、オラ、くそ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 、いたいたいた。ずっとさ、これ最初からセレビとグレーブだったのかな。でもこれ集中してるとさ、周り見えなくなってさ、一緒にさ、競ってるさ、相手をさ、ちゃんと見てなかったけど、よく見たらさ、ゴリアテと、ゴリアテとグレーブだったんだから、ちょっと待って。ゴリアテとグレーブだったけど、ちょっと待って。あ、ちょっと、回復して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 、おいしょおいしょして、あわわわわ、あわわわ、ぶつかる。おいしょ、回復していく。回復していく、ジャンプ、よいしょ、いいぞいいぞ、いや、走りなされて、お上司、来たー、ゴール。あ、待って、連続、待って、連続1位なんだけど、やっぱスケベユーさん違いますね。やっぱりみんな違うんだよな。見せるときに見せていくんだ、アンリンは。お上司、これでヒヒーロズカレー、2つゲット。そしてチームもゲット。おーし、みんな見てた、アーリーのウバレース。いや、あの、一緒に走ってるのがさ、グレーグとゴリアテだって気づかなかったわ最初。まあでもね、やっぱ二人に分からせてしまってよ、スケベで最強ってことをな、改めてな、あの二人に。ってことで、素材もね、無事に手に入ったかな、これで全部。ってことで早速、勇者の剣かよ作りに行きますか。行くぞ。伝説の火事場、おーし、行くぞ。ここの世界に来てからはさ、この火事場もさ、来てなかったからね、入れなかったし。あ、まだ出現してない状態だね。したら種火を使って、はい、おお、出現したぞ。おーし、したら作っていくか。ああ、ついに最強の武器が作れるんだな。おし、この台座からは何か特別な力を感じる。ここでならば特別な剣が打てそうだ。おし、みんな最強の武器作っていくぜ。え、しかし今は剣を作るための素材が道具が足りないようだ。え、全部集めたよ。なんでだ。ええー、なんで？え？どういうことだ？ちょっと待って。え？素材集めたんだけどな。待って、素材見てみるか。したら。道具。素材見てみる。アレキサンドライトでしょ？で、ヒヒーロの金3個でしょ？オリハルコン、オリハルコン。オリハル、ん？オリハルコン、オリハルコン、え、大事なものかな。ファイヤーのハンマーも手に入れてるでしょ。オリハルコン、オリハルコン、オリハルコン、オリハルコン。みんな、なんで作れないのか分かった。オリハルコン、伝説のオリハルコンと勘違いしてた。もうポンコツ、ポンコツ、ポンコツ。うわー、くそー、だから作れなかったみたいだよ。くそー、急いで、急いで取ってくるよ。これだ、やっと見つけたぜ。ひときわ輝いてる鉱石を見つけた。採掘してみますか。はい、伝説のオリハルコンを手に入れた。やっとだぞ。これだよ、これ。よしよし、やっと手に入れたよ、みんな。勘違いしてたな。おいし、それじゃあ、急いで金属地に向かうぞ。急ぐぞ。ちゃんと伝説のオリハルコンをゲットしたので、早速ね、勇者の剣かよを作っていくぞ。おーし、あー、ドキドキする。行くぞ。あ、ガイアのハンマーで、伝説のオリハルコンを鍛え、新たな勇者の剣を作りますか。ついに最強の武器、
誕生するぞ。はい。おお。あ、この過去の世界でもみんなと作るのか。おお。セイヤとマルティラ絶対熱いでしょこれ。みんな。完成なのか。うん。なんか味気ないねやっぱりね。まさか2本目の勇者の剣を作ることになるとはな。さあ手に取ってみろよ。あ、そうだ2本目だもんね。おお、シャキーン。お、俺の力が、はあ、みなぎってくるぞ勇者の力。テレポーチューキューきた。おお、これが勇者の剣かい。うわ光輝いてるぜ。うかっちょいい。あれは勇者の剣を手に入れた。2本目ゲット。どれどれ、早速つけるか。勇者の剣、両手に勇者の剣をつけてしまうとは。おーしおーし。で、勇者の剣を装備して風で替えにしていく。来たよみんな、アンリーの風プロの力を見せる時が今ここで。それじゃあ作っていくぞ勇者の剣かい。アンリーが装備中のものを使って勇者の剣貝を作ります。よろしいですか。はい。ついに最強の武器を作るときや。ああ。ポンコツになってしまった。ちょっとできて悪い。勇者の剣貝ができた。これ打ち直しできんのか。打ち直しできんのかこれは。あ、できるみたい。敵の悪い剣でさ、斬新にずすれば倒せるわけがないかな。火力は2000まで上げていく。2000まで上げていく。おいしょおいし。からのぬぬ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 ぬすぎるからさ、やっぱね、打ち直して正解だった。伝説の剣を作りし者、不思議な火事で勇者の剣貝を作成した者に贈られる称号。おお、やっと作り終わったぜみんな。剣の見た目はちょっと変わってるねみんな。ほら、先端がかっちよくなってるね。いつもの利き手に戻して、で、これだな。おいしょおいしょ、いいねいいね。この剣2本あったら最強だな、マジで。アンリー様になってるじゃねえか。これぞ勇者だぞ。勇者の剣、カエも、無事にね、作ることができたので、次はね、いろいろ準備をして、邪神にズズルファに挑んでいくぞ。みんな、行くぞ。